では次はですねゲームのクリア条件っていうのを作っていきたいと思いますで今のところ隕石にぶつかったらダメージを受けて星を取ったら点が入るっていうところまで作りましたじゃあ次どうするかっていうと画面上に星をいくつか置いといてそれを全部取ったらクリアっていうふうにしましょうテキストではこの部分ですねでえここで星をプレハブ化しておいた方がいいでしょうとしておきましょうねえさっきと同じようにプレハブ っていうフォルダを選んでおいて、このスターをここにこう持ってきます。スターですね。そしたらあとはスターをこうやって置けば星が置けるはずです。で、ちょっと簡単すぎるので、ここにこうもう一個アステロイドを置いて、ちょっとややこしくしてみましょう。選ぶ。で、今はえ5個。 星を配置するとしましょう。1、2、3、4。そうですね。あとどうしようかな。こんな感じで。本来であれば、ここにですね、簡単に取れるやつや難しい星を作る。難しく、取るのが難しい星を作ったりとかするといいでしょうって書いたんですけど、これはぐるっと一周回ればいい感じですね。で、今5個作りました。ちなみに星は、えコレクタブルの時に、 ポイントワース、ポイントの価値ですね。これ、ワース、価値。何点加算されますか ?1 点です。だから1点で5点ですね、合計。合計5点入ればいいわけですが、次にですね、ここですね。シーンに配置したユーザーインターフェースオブジェクト。さっき配置したこれですね、これ。これを選んで、ここを見てください。 ここ,ですね、こことここゲームタイプスコアゲームタイプは選べてですねスコアだったりライフだったりエンドレスだったりしますスコアは何点入ったらクリアライフだったらこれは何だろうなライフがライフが0になったら終わりとかそんな感じですかね、まあ、多分これ2プレイヤーにしてライフがどっちかゼ0になったらゲームが終わりとかそういうふうに設定できるんじゃないかと思いますでスコアが55点取ったら終わりっていうに そういういシステムにしますこれ6点以上にしちゃうとですねあの絶対にクリアできないゲームになっちゃうんで5点にしておきます実行すると全部取るとつまり5点入るとプレイヤー1が勝ちましたっていうふうに表示されます まあこれは後で自分でですね、スクリプトとかをいじってえ書き換えてメッセージを変えたりするといいんじゃないかと思います。これですね。はい、これおめでとうございます。これがあなたの初めてのゲームになるかもしれないですね。あとは操作性とか難易度。難易度が一番時間かかるでしょうね。あとはステージ構成とか、それを納得いくまで作り上げてゲームとしてとりあえず完成です。